アエンデ隕石組織、アエンデ隕石は1969年2月8日の朝、メキシコに落下した隕石である。火球は広い範囲で観察され、大気中で爆発して、数千の破片となった隕石は、メキシコのチワワ州のアエンデ村の近くの 150km の範囲に隕石となって落下した。 落下した隕石の総重量は5トンと見積もられ、そのうち約3トンが回収された。アインデ隕石は炭素質コンドライトに分類され、アルミニウムやカルシウムに富む含有物やコンドリュールが見られる。それまで希少であった炭素質コンドライトのサンプルが大量に入手されたことやアポロ11号によって月の石が持ち替えられ、 惑星科学の発見が始まる時期であったので最も科学的な研究が行われた隕石であるとされる。アエンデ隕石の CAI は45.66億年前に形成されたものであり、これは発見されている物質の中で太陽系最古の物質である。また、5マイクロメートルほどの単化系素が含まれており、これは超新星爆発の際に吹き飛ばされた粒子と判明している。 アエンデ隕石からは2007年から2009年にかけてグロスマン奇跡、デイビス奇跡など7種類の新鉱物が発見されている。このウチスカンジウムとジルコニウムの酸化鉱物にはこの隕石の名にちなみアエンデイシュと名付けられた。ありがとうございます。